東京メトロ丸の内線茗荷谷駅。少し前にお届けした後楽園駅の隣駅、地下鉄駅では珍しい半地下半地上という構造。一方は変哲のない地下鉄駅、もう一方は太陽光が差し込んでいるのは、普段から使っている人には当たり前でも考えてみれば珍しい。駅周辺は小日向台という台地があり、坂が多い。かつて茗荷でいっぱいだった茗荷坂をはじめ、カエル坂や夜間坂など江戸期からの名称がついている。そして寺や史跡が多く、どこか謎めいた雰囲気の街だ。今回はこの街のミステリーを一つ一つ紐解いていきたいと思っている。都内でも有数の高級住宅街。駅からまず茗荷坂を下っていく。すると現れる、こちら臨泉寺。通りからは見えないが、階段を上ったところ、墓地の入り口近くに隠れているのが、こちら、縛られ地蔵。縄でぎっちぎちに縛られ、顔だけが出ている。昔からこの寺では、盗難や紛失物があると、地蔵尊に縄をかけて願掛けし、願いが叶うと縄を解くという風習があるそうで、現在でも願い事があると荒縄で地蔵を縛るのだ。こちらが初代の縛られ地蔵、400年前のものだそうだ。さらに茗荷坂を下ったところには神光寺。通り沿いの茂みの向こうからも見える地蔵群。無縁仏だろうか、茗荷坂を通るといつも気になっているが、詳細は不明。墓地内には、南宋里見八犬伝の作者、滝沢馬琴が眠っている。
神光寺の南側にある坂の上。現在、老人ホームになっている場所には、かつて清華寮という昭和初期にできた台湾人留学生の学生寮だった建物があった。戦後は無法地帯と化していたようだが、2007年に火災が発生し、当時暮らしていた中国人親子が死亡している。以降閉鎖され、長らく放置状態だったため、2012年に訪れた際にも荒れ果てた状態で残っていたが、その後解体されている。さらに進んだところには、キリシタン屋敷跡という史跡があった。なぜこんなところに？キリシタンとはそう、キリスト教徒の日本人のことであり、この地に隠れキリシタン収容所があったのである。江戸時代はキリスト教を全面的に禁止。しかも豊臣秀吉の時よりも厳しい禁教とされた。そのため江戸時代のキリスト教徒弾圧は凄まじかったそうで、拷問して帰郷させたり、それでも信じるようなら火炙りや貼り付けで処刑されたのだ。この屋敷は帰郷させられた人々が収容されていた屋敷だったようだ。実はこの小日向のキリシタン屋敷跡にマンション建設する際に調査すると、3体の遺骨が発見された。そのうち1体は1708年、宝永5年に屋久島に上陸したイタリア人宣教師の遺骨だと判明したそうだ。長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産が2018年に世界文化遺産に登録されたが、都内にも同じような施設があるのだ。キリシタン坂から華経堂をくぐると、その先もまた急な坂が待っている。茗荷谷は坂の町なのだ。それでは最後に、ミステリーではないが、その他のネタを2つほど。まずは知る人ぞ知るローカル牛丼チェーン、牛丼太郎の生き残り、ドン太郎の唯一の店舗が茗荷谷にある。看板の牛の字がテープで消されていて、金太郎にのキャラも健在。もう一つは丸の内線の車窓からも見えていた線路近くの伝明寺。今回初めて訪れてみた。1624年の創建で、今年開創400年を迎えている。通称富士寺。その由来は、徳川家光が鷹狩りの帰りにこの寺に立ち寄り、庭一面の富士を見て、これこそ富士寺なりと呼んだことによるという。
私も少し座って休ませてもらった。藤の木陰に通る風は、きっと今と変わらぬすがすがしいものだったのだろう。